おっしゃ、トリケラテイム。え、で、これで、やるぞ。いい気。だが、あ、スタなんンか、ディング。オベーション。スタンディングトーチイェ誰だつけっぱ。ー。イェー。イェー。スタンディングオベーション、イェー。うるせイェー、スタンディングオベーション。イェー。しかも、無駄な配置だな、これ。これは違う。ベリー、どうだ。ベリー、ベリー、白い、ベリーがベ白。リーベリーいるからさ。いやー、ダジャレはベリーバッドですよ。いや、ベリーグッドだよ。どういう風に来たの？その思考は。だって、ベリーベリーいるよ。その思考はどういう風に来たんですかね。そうね、俺が、まあ、中学1年生で、中学2年生かな。で、習った英語の中でね、唯一覚えてるのがベリーだったわけですよ。だからね、もうベリーって言ったらもうそれしか出てこないよね。ハマって出れない。ああ、そうなんだ。うん、茶そばしばきに行こルンルンさんにハマって出れないですけど、これ。意味パンパンわかんじゃないなでいですすけど。か。茶そばどこだ？茶そばどこだ？確かに。そうなんだよ、実は。あ、拠点の中のね、岩はなるべく破壊しないでね。あ、わかりました。目隠しになってるから。ちょっとルンルンさん動けます？あ、はい。あ、詰まってる？完全に詰まってる。詰まってる？ あ、すいません。ありがとうございます。みんなの肉、かかるかな。あ、じゃあ誰かトリケラ見といてくんない？俺肉集めとかしてくるよ、そしたら。みんな、肉いる、食うでしょ？食いますね。出してそうかな。出して。プレイヤーいないかな？プレイヤー限定にしようかな？プレイヤー縛りにしようかな？肉プレイヤー縛りや。ひどい。そこに豚がいっぱいいる。あ、豚がいっぱいいる。豚から肉取ってくる。ちょ、誰か取り家マジ見といてくんない？シリガラ。じゃあ自分が行きます。うん。750切ったらもうあげちゃっていいや。薬。あら。了解です。よし。水飲もう。よし、ちょっとあの上でちょっとあれしていくかな、そしたら。覚えてない。イソしろよ、早く。なんでイソ生まれないか？ボビオログの真似。できてね。うわ、ボビオログ。あんまなんだ若い頃の貴乃花親方にしか聞こえねえ。あの花親方なんて。あどでまあのた、それを真似してる日村でしょ、それ。ねえ。ねえ、どっちかっていうと。ねえ。あんだ、なんなかねえ、強くてねえ。ねえ。あたにはねえ。なんか違うものまでしよ私も。う。じゃ、刺身さんの電話の真似します。地味すぎる。なぜそれを選択した。まあ、それ、滑らない。あ、じゃ細かすぎてで、それ B 級映画とかだよ。B 級、B、なんだっけ、B 級文房具屋の入るときの音みたいな。なんだっけな。若干外にニャンチュ入ってる。あ、オッケーオッケー。じゃあ、じゃあ、刺身さんの携帯からニャンチューに行くわ。ニャンチュのニャン。ないよ、ほら。黙ってから、ね、正面。変人だろ。おーい、これな。じゃあ今日はせっかく参加してくれたルンルンの肉の味を確かめるか。あ、そうしましょうか。まずそれから。まず、女性だしね。女性キャラだし、女柔ら性かいんじゃか。ない？柔らかいんじゃない？やばい。やば食べるい。しかないな。変態な刺身さんが食いついおい。おい。返事のルール何何がを違言うんだ。う。プレイヤーが女だと食いつく刺身さん。肉が83個。いいかな？いいかな、こんだけあれば。須崎なるこどれぐらいある？冷蔵庫。なるこ34個ですね。じゃあ寝ろ、もう。寝っとこう。邪魔だわ、この。やばい、詰まった、詰まった。じゃあ寝りますって。あ、そう、やっ24てみま個持っす。てます、僕、24個。寝れる？ねるねるできる？ねえねえ、できますね。あ、覚えてる？もう。
多分覚えてると思いますね。覚えてるんだったら、寝れば経験値入るから。寝り寝りします。寝ちゃっていいよ。ちょっと よろしくお願いしますね、あいつ。あ、オッケー、じゃあ行くわ。あ、どうぞ、西井さん。あと、よいしょ。ファイバーがもう。ファイバーどっかになんか、ストレージボックス1、1箱まるまるファイバーの箱がありましたよ。これ、このファイバーどうします？ファイバーも服作ってちょっと裸の人服着たら。服着た。服着た。ファイバーの人がめっちゃいますよね。ファイバーでもね、後々ね、結構必要にはなるっちゃなるんだよな。まあ、いやでもなんだこの女性キャラ。圧迫してくるからな。横に立てたちっちゃいところにでかいストレージ作って、そこファイバー入れとかでもいいですけど、2つぐらい。ねえ、ちょっと、これ普通の人間じゃん。ちょっと、ここ普通の人間立ち入れないから。いや、そんなさ、極限状態のとこで言うのもなんだけどさ。これあげとこう。ちょ、ルンルンこっち来て、トリケラの方。あ、はい。君、水筒持ってないでしょ。持ってないですね。水筒やるよ。出まーす。まあ、そこに水伸び場あるからあれだけど。とりあえず、女性は発射ないから、これも履いとけ。あ、わかりました。うわ、ここで優しさを見せつけておくのかい。ルンルンどこ行った？当たり前じゃん。あ、ルンルンルン、これあげる、これ。汚い。これ。はい。汚い。今投げたやつ拾って。待って。これ誰だ、このスピア。あ。どれ。俺が取ったわ。よくよく見ると、なんかミートボールみたいな形してんな。何が？あ、スピア、おぉ。タレがかかったミートボール。何が？ブリボール。ああ、ブリボール。ブリボール。ミートボールに見える。部屋の中入っても熱いままなんだね。あ、じゃあ、ルンルンさ。はい。これ使って、服作りな、あ、覚えてないか。覚えてない、ごめん。無理だったわ。覚えてないか。あ、これ上に、2階になんかバッグ置いてありますけど。誰の？どうなんだろう。ルンルンって書いてある。ん？金とか石とか、じゃあこれ入れとくね、インベントリーに。あ、うん、了解。ていうかさ、トリケのサドルって誰が覚えてんの？あ、多分ヨシさんじゃないですかね。じゃないな。あ、マジで？やべ、俺覚えてないわ、トリケのサドル。トリケは覚えてないかな。トリケっていくつでしたっけ？結構初めの辺にあったと思う。15とか。そうだ、資材とかレベルとか集まったら。うお、びっくりした。あそこ行きましょうよ。海底行って、そこに拠点作りたいですよ。トリケ20か。あ、海底洞窟。はい。まあいいけど、結構狙われるよ、それでも。出れない。みんな来るから。海底って結構狙われるんですか？ありがとうございます。いや、自動のあれが作れれば。まあそしたら、まあ取り放題ではあるけど、あそこ確かクリスタルとなんか、あとレアなものが出るんだよね、確か。あ、トリケラ覚えてないな。あそこに光が見える。緑か。この4本柱の、この4本柱に名前を付けようかと思ってるんだから。お、付けてよ。僕でいいんですか、実は、うん、いいんですかいいんですいいんですじゃあ、行きましょうか。仕方があるまい。じゃあ、様々な今の現代社会の現状を踏まえて、うん、希望と夢を与えるような名前に OK したいと。 OK。ギリシャ4本柱で。何やそれ。溜めといてそれ。さまざまな政治状況を組みして、夢と希望を与えんとするこの名前。マジで？あの拒否した国が？ああ。拠点の中だと安心だな。うん。
平和ですね。今日昨日の前にこうやればよかった。ああ、ここまで応急せれれば。マジで、ビッグダディ。ビッグダディは許さない。ビッグダディブラック。これが俺のやり方だっつって。めっちゃマジ。最低だな、やっぱり。これが俺のやり方だ。そういう男だっつってやった。俺はこうする。で、パクってやった。あ、待って、いけるじゃん。許されないですよね。おお、いいね。そうだ。ちょっと荷物置いて。あ、でもアテネ4本柱が結構、あ、じゃあアテネじゃねえ。ギリシャ柱が。アテネでも大体、アテネじゃないですか。アテネ4本柱なんか、ギリシャ感が伝わってこない。譲り合う精神。すいません。ギリシャ感が伝わってこないだろ？なんて言ったって。だから、やはり夢と、俺が作ったんですよ。夢と希望を与えないといけないんだよ。だからギリシャ4本柱で。いや、すごい、トリケラだ。サルモネ焼き、今火持ってるっしょ。あ、これ小食なんだ、こいつ。誰だって、俺も出てんの？46レベルのサルモネ焼き。何言ってんの？めっちゃ可愛いでしょ、俺、ポパイ。サルモニラキン。あ、これそうか。ズボン履いてるかよくわかんないんだな。これちゃんとほら。ズボン脱ぎ出したぞ。ほら。焦っちゃった。やめて。いって俺のズボンやめて。触ってねえよ。ほら、めっちゃポパイでしょ。弓矢が頭の上に浮いてる。ほんとだ、ほんとだ。誰？弓矢打ったの誰？俺です。あ、そうなんだ。すごいことなってるよ。これはあれだよ。これはあれだよ。すごいことなってんだ、それ。トリキラトプス展示会場はこちらです。トリキラトプス展示会場はこちらです、ね。あ、ここか。最後尾ここですか。シュールすぎる。最後尾。これなんだよ、これ。これなんだよ、これ。展示会場はこちらです。すごいことになってんだ、これ。ちょっとドアップにして。トリキラトプス展示会場。消えた。消えたよ。消えたよ。あ、今戻りました。面白い。どっか行ってたのね。はい。暗っ。アテネの炎に立ちあれ。怖っ。松明ってこれどれで作るの？レベルで違うと、じゃあ、木とフリントと石かな？わらかな。あなたのハート打ち抜くぞ。あのレシピ出るでしょ。いや、なんか心臓打ち抜かれて終わりそうですけど。アテネに立ちあれ。あ、気絶した。クラフトテーブルに行くと分かるよ。あ、はい。ギリシャ4、ギリシャ4本柱で。なんかめっちゃ刺さってる。あ、これか。え、ほんと？あ、刺さってない。え、刺さってますよ。え？胸つる。ちょっと助けて、助けて、助けて、助けて。右胸つるめいてますよ、これ。あ、俺死ぬわ、これ。どうしたの、どうしたの。ギリシャ4本柱のそばでさ、気絶しちゃってさ、今ダメージめっちゃ受けてんだけど。どこ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 ダメージ受けてる？えらいダメージ受けてる。なんで？いや、ギリシャ4本柱で、ここで気絶したんだよ。そしたら、なんでダメージ受けんの？これ火当たると多分ダメージ受けると思うんですよ。嘘？当たんないよ。あ、じゃあ俺ここで寝そべったからだと思うんですよ、多分。え、当たんのか？あ、ほんとだ。当たる？左下のめっちゃ熱いよっていうあれで受ける。あ、そういうことか。はい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 。そういうことね。このサルモネ焼きに打ってみろ。何なんだよ、それ。なんでサルモネラ菌と嫌でクテレラノドンが出てくるんだよ。おかしいわ。サルモネラ菌に。撃つなや。どこ行ったか。なんか変なとこ刺さっちゃったじゃねえか。いや、右目で刺さってますよ。嘘。え、刺さってる？嘘。自分の画面だと右目でぐっすり刺さってますよ。俺の？はい。え、嘘。もう、刺さってない。貫いてますよ。え、嘘、ほんと？俺はいくら金ちゃん見える？俺、見えない。あ、ほんとだ、刺さってる。マジで？俺は見えない。ちょっとお前止まるよ、お前。ちょっとお前。お前止まるよ、お前。殴り出した。やばい。ええからんな。マジか。右目に刺さるんだ。
トリケラ見てないと。意味は楽しい。やばい。俺、修学旅行の夜みたいなテンションみたいなやってるぜ。早しようぜ。川がねえな。ちょっと川借りに行こう。ちょっと、今誰かトリケ見てる？わしが見てます。先輩がいますね。わしがベッドボス。じゃあ俺ちょっと、川買ってくる。125枚いるんだよね。じゃあ俺もちょっと手伝おう。うん、俺も手伝う。ほんと？じゃあ140枚いるわ。あとね、俺9枚しか持ってないから、あと、わかるな、お前たち。あ、じゃあ、じゃあ僕はヘルプのヘルプで。で、ヘルプのヘルプのヘルプで。うん。じゃあ。めっちゃキー、キー倒れてる。あ、俺が倒してる。っていうか、西日さんがいるわ。MSI、アイサイト。メタ取ってたわ。ステップワゴン。お、いいね、いいね、いいよ、いいよ、調子いいよ。肉取っちゃった。豚いないかな、豚。豚この上に結構いたんだよな。さっき。豚狩りに行こう。いや、蛮族だ。蛮族の狩りだ。蛮族の狩りだ。蛮族。あるぞ。ほら。あるぞ。君たちの好きなものがあるぞ。俺は嫌いだ。俺が好き、俺が好きだとは一言も言っていないはずだ。あの人、ろくな大人になんねえな、多分。誰ですか俺こう見えても走りながら垂らしてんじゃねえよ。そんな人に言われたくない。走りながら垂らしてる。てかルンルンも出るぜあれ。え、女キャラも。あ、ブリボール、うん、何がですか。ブリボール、ブリットボール、ブリットボール出るよ。女キャラは好きだけどルンルンのブリットボール好きじゃないよ。どんだけね、綺麗なやつでもブリットボールぐらいするんだよ。何あれなの、超絶イケメンのチャスバさんでも。そうだよ、僕だってブリットボールステゴには手を出したくない。24か、どうすっかな。24、カメは、カメの方がいいな、それだったら。あ、カメ倒した。カメ33か、33いけるか、でも。ただ周りにステゴがいるとちょっと厳しいな。弱者に手を出す。うん、弱肉強食でしょ、それこそまさに。これカメ倒したんですけど、なんかあるんですかこれ。あのね、斧で叩いて。斧？うん。斧を持っていない。あ、持ってた、持ってた。持ってたわ。あ、豚いた。下に豚がいた。あー、これで肉が取れるのか。斧でやると皮が取れるから多めに。はい。ピッケルだと肉が多めに取れるけど。あ、じゃあ、俺持ってたの。ピッケル、ピッケルか。多分、ピッケル。ピッカー。ハチェットで。ピカーアクセス。あ、ハチェット出たー。ハチェット。グロいっすよね。ん？あれ？映画じゃない。え？何を言ってるの？いや、ハチェットっていう映画があるんだよ。ラチェックな、ここ。いけると思う？あー、まあ、統計学との視点から言うと難しいかもしれないですね。なんかちょっとかっこいいこと言ってる。あ、いけた、ノーダメでいけたぞ。待って、そんな高等テク持ってねえ、俺は。ノーダメできたぞ、そこ。いや、俺もノーダメできた。あ、やば。あ、ノーダメー。来た来た。降りれるな。あれ？ここなんか水道増えてね？増えてますよね。2本あった、これ。いや、1本だけだったと思います。ですよね。でも、繋がってはいないですよね。渓谷の方に向かって。ゴーストなんだ。ゴーストだって。コールオブデューティーゴーストこの先に誰か拠点立てようとしてるのか。あ、やば。その先ってキャットじゃないですか。あ、いや、この先渓谷のやつだから。そうか、あれ、あれキャットだっけ。渓谷のところのあの鉄の恐竜ゲート、あれ、あれどうだっけ。87レベルだってこいつ。うわぁ、なんかこれなんだこの藁の家。どうなんだ。また来た。どこだ。こいつか。いてえ、この野郎。よし。おれ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 。あれ。あれ、87レベルのやつは買った？全部買った。あ、本当。こっちに豚が、こっちに豚がいたんだよね、実は。あ、やべ、俺邪魔ですか、ここ。
邪魔ですね。圧倒的邪魔です。あ、大丈夫ですよ。よし、竹からベリー取れるってどういうことやんの？え？竹からベリー取れるってどういうことっすか？あ、それね。俺も初め竹から取れるって知らなくてさ。はい。これ何のオブジェクトなんだろう？ずっと疑問に思ってたらベリーが取れるんだ、これ。そしたらベリーだったっていう。うん、これは100分の83ですね。よし、来た。サドルついたよ。メガネもかけたよ。まだテーブ中なのに。気が早いったらやしね。じゃあ、ここに職人がいるから。テーブの職人がいるから、ここに。テーマーがいるから。テーマー。カールのどこ行った、ほんで。カールのまだいんのか。足りるのかな。あれ、カールのがいなくなってんぞ。デミスト。あ、その辺にいたんだよな、カルノ。海側に行ったのかな。ギリシャ4本柱で。ギリシャ4中でもいい。ギリシャ4中なんかありそうで怖いな。ギリシャ4中。お前何中とか。ギリシャ4中。中学校。あれあ、俺ギリオンだわ、みたいな。お前どこ？あ、ギリさんみたいな。サンギリみたいな。あれ出てこないわ。これあれかな、英語のやつしないといけないのかな。まあ、いっか。救援物資来てんな。